今日はアーニャちゃんと待ち合わせ。これから遊ぶ約束をしているの。楽しみ。やあ、お嬢さん。あら、ロイド様には負けるけど、なかなかかっこいい人ね。お嬢さん今一人かな？お茶でも一緒にどうだい？はあ、私ってばモテる女。ついついいろんな人に声かけられちゃうのよね。ごめんなさい。私これから予定があるの。また今度誘って。このガキ。俺様が鬼にしてやろうと思って誘ったのに、俺様の誘いを断りやがって。お前なんてこうしてやる。それ！あれ？体が。ふっふっふ。こいつをスマートフォンの中に閉じ込めてやったぞ。うわ、スマホから出られないわ。ここから出るにはお前のその白黒の色を誰かに塗ってもらう必要がある。ま、そんな風に都合よくお前のことをちゃんと塗ってくれる人なんていないと思うがな。じゃあ俺様は別の鬼候補を探しに行くので、これで。じゃあな。あ、ちょっとあんた待ちなさいよ。大変だわ。私スマートフォンの中に閉じ込められちゃった。どうしましょう。ね、動画を見てるそこのあなた、私のことを助け出したいと思ったらグッドボタンを押してくれないかしら。グッドが押されるときっといいことが起こるわ。みんなでグッドを押して奇跡を起こして。ああ、グッドがたくさん溜まってる。ありがとう。きっと奇跡が起こるはずね。ベッキー、すまん、アーニャ遅れた。あれ、ベッキーいないぞ。どこだ。アーニャちゃんこっちよ。後ろ後ろ後ろ。ああ、ベッキーがスマートフォンの中に閉じ込められてる。なんだか悪い男に閉じ込められてしまったの。色を塗れば元に戻るみたいだから、アーニャちゃん、私の色塗ってくれない？塗り絵か。ウィー、アーニャ塗り絵得意。ベッキーのことを上手に塗り塗りするぞ。ありがとう、アーニャちゃん。ベッキーを塗り塗りしていくぞ。ベッキーの髪の色は茶色かったはずだ。どんな茶色か。こんな感じの茶色かな。うん。ああ、どういうことだ。あ、隙間が空いているのか。で、この隙間が空いてるね。感じかな。ベッキーの髪をぬりぬりしていくぞ。この隙間が空いてるので閉じて。こんな感じかな。ベッキーの目々も髪と同じ色だったと思う。うん、いい感じだ。あとは髪飾りは白っぽい色だったからこのままでいいかな。帽子はこんな感じの色か。あ、なんかまた隙間空いてる。かわいいぞ。ベッキー黄色似合うな。元気いっぱいってイメージだからな、ベッキーは。あとは、お目目の部分。ここはこんな感じかな。かわいい。ベッキーお目目キラキラだ。あとはお顔。お耳。あ、なんかここのあたりも線が
りと開いちゃっているので、白でねりねりと、うん、これで OK だな。ここにやっておこう。よしよし、かわいいぞー。あと、ここはお星様で、ここは何色かな。お洋服はこんな感じか。リボンを赤にしよう。あー、全部赤になった。こんな感じかな。塗り残しはなさそうだ。ベッキーの塗り絵完成だ。ベッキーの塗り絵完成だぞ。ベッキー元に戻るかな。やったー、スマホから脱出できたわ。アーニャちゃんありがとう。いえいえ、どういたまして。動画を見てるみんなもグッドボタンを押して私を助け出そうとしてくれて本当にありがとう。みんなとアーニャちゃんのおかげで助かったわ。ベッキーよかったな。さあ、これから気を取り直して一緒に遊ぼう。そうね、アーニャちゃん。みんなも変な人に声をかけられたら、その場から逃げたり、周りの大人の人に助けを求めましょうね。スマホに閉じ込められないように気をつけて。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。今日の鬼滅のスクラッチ、誰が隠れてるかみんなわかるかな。最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん、おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。